こんにちは、ウヌエルビショップです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦へどうぞ。ということで対戦相手はマナリアです。ウヌエルビショップの構築上、消滅カードが豊富なので非常に有利なマッチングなはず。マーズに対しても進行の一撃でアミュレットを消し飛ばせるし、不可侵の境界による顔面ダメージもカット可能。ランクマだと1回くらしか出会いませんでしたけど、今の環境で一番嫌がらせできるデッキな気がしています。ニコスの新アミュレットも非常に便利で、起点の杯でしたっけ？手札を消しつつ盤面を消せて、さらにドローもできちゃうという、超便利カードが追加されました。鳥が手札に固まると邪魔だったので非常に助かる一枚です。最終的に一枚あればいいからね。そしてオーキッドの試験場、回復からドローまで、すべてにおいて便利です。1コスで余ったコストの消費にもいいし、序盤の盤面処理にも使えます。リーサルターンはカードの揃い方によるので、なんとも言えないんですけど、早い時は早いのでなんとかなります。あとは8極ネメシスがいないのも追い風なのかな？ウヌエルが追加されて今が一番使いやすいという感覚でした。最強とは言えませんけどね。ギルネリーゼがいれば最強だったかもしれません。TP が必須のデッキというわけでもないし、最悪回復しておけばいいしね。もしくはランダム破壊かな？尋問を拒否したい時にあれば最高だった気がします。セイクリッドシープはよくわかりません。暇だし使うかってレベルのカードです。マナリアには使いやすいんですけどね。金の魔術師を消滅してもあんまり意味はないんですけどね。そして裏でマナリアをコツコツ使っていて思ったんですけど、アイブレとミラが場にいる場合、ミラを消滅した方がいいんじゃないかって思ってきました。そっちの方が打点が減るんですよね。この時はとりあえずアンブレだって思ってたんですけど、マナパを含めた打点がある場合、ミラがいれば足りるんですよね。構築によるところがあるんですけど、難しいね。いろいろとあります。宝箱クエストで結構使っているので、いろいろとあります。そういえば宝箱クエストで思い出したんですけど、なんか排出率高くなりました？サイレント修正されていると嬉しいんですけど、どうなんでしょう。体感でしかないんですけど、前回よりも早く出ている気がします。たまたまなのかな？いつでも手のひらドリルできる準備はできています。そんなこんなで対戦も終盤戦です。消滅しつつダメ化もできているので、大体勝ちみたいなもんです。起点とか進行がもっと多めに来てればリタイアもあったね。悲しいね。どうしても相手のデッキの目線で考えてしまいます。これが連動ってことですか？私にはわかりません。でも今回一つわかったこともあります。ナーフって怖いものだなってね。せっかく打点を覚えたのに、ナーフで点数だったり色々と変わるとやる気がなくなりそうですよね。財宝とかどれか1点でもダメージが変わったら絶望だった気もします。基本的に嬉しいよりですけどね。借稼ぎでしかありません。ウヌエル軸はやることが決まっていて、それでいて大体9ターン目までかかるので困りどころさんです。なので全く関係ない話をするんですけど、皆さんってご飯にふりかけをかけるの好きですか？私はあんまり好きじゃありません。お米の味というか、そのままの味でおかずと合わせて食べたいんですよね。美味しくないというわけではないんですけど、シンプルが好きです。牛丼で言うとつゆなしが好きです。だから八極ネメシスは使わなかったのかもしれません。あれ？ふりかけです。ということで生存確定盤面なので勝ちです。その難心、憐憫すら湧かないよ。その難心、憐憫すら湧かないよ。もう。私の負けね。打点つゆだふ。ということでウヌエルビショップでした。新カードでいい感じです。使いやすい低コストカードが増えたのかな？処理能力は上がった気がします。雷神とジャッジがベルくらいですもんね。このデッキに採用されてたのって、たまに使うくらいならおすすめです。そんな感じで動画は終わります。
ご視聴ありがとうございました。